ということでですね、これ一旦じゃあ置いといて、二回平面図いきます。二回平面図いきますと、これ参照してますので、一回の映ってますね。で、その上に壁、今回は全部10メーターの正方形なので、これではなく、これを使います。掴んで、こうすると勝手に広がるんで、めっちゃ簡単にポチッと。じゃあ出来上がりや。ポイと。ね、できちゃうんですね。この状態で、スラブ。もう一回やっていきまーす。あ、下の方が参照されてるから、こうなりますね。今こうしちゃうと、ここしか壁ができなくなるので、一旦もう参照いらないんで、参照消します。参照消した状態でこうすると、はい、OK です。これで、はい、いけましたね。で、次また、次は窓をつけていきましょう。あの前にベランダつけようか。はい、ベランダ、ここ。ここ、こっから1200出してるんで、1200の、じゃあ、作りましょう。スラブです。でも、今回は少し違うんですよね。200は200なんですけど、コンクリートではなくて、木造さんという、ここいろんなものあるよって、最初に多分言ったと思うんですけど、一番初めの動画で微妙。この木造さんがですね、これを押して、200で、で、また今回も四角形で、使いましょうか。せっかくやし。で、ここで基準。ある程度長押ししてあげたら、ここじゃあ基準にするねっていう合図で丸にしてくれるんですよね。あ、ミスった。んで、伸ばすと、まあ、1022、じゃあ200から下を押して、ここ1200したいな、1200。こうします。じゃあ、3D リフト。はい、こんな感じですね。はい、またこの字です。また同じです。が出来上がります。じゃあ、ちょっと、一旦気持ち悪いんで窓つけます。窓ですね。今回この大きさでやってるかな。今回の窓の大きさは、はい、横8000、縦2000で作ってます。で、窓通路を押して、先生、これ先作ったのなんであれですけど、4本引きですね。4本引きを押していただいて、横8000、縦2000。で、フロア2階からは0でいきます。こちらでいきます。で、さっき言った通り、外が太陽マーク。で、これね、正直、どこでやっても全く変わらない、どれでも。で、3D 行くと、こんな感じで窓が出来上がってます。で、あとは階段と手すりと、屋根ですね。ちょっと屋根は見づらいんで、ちょっと最後にしておきます。次、手すりですが、この手すりツール押していただいて、これ手すりツールめっちゃやりがちなのが、今2回やってんのに、これ1回やって引いて、うわ、出えへんやんってなって1回に引いちゃってるっていうのがことめっちゃあるんで、絶対に今いじってる回数、2回ですね、を押したっていうのを確認した上で、前回の動画で説明した星なんですけど、星を使いまして、こんな感じで手すりだけでも結構いろいろあるんですよね。まあ、今回は特にしていないので、元から使われてた、やつを使ってるので、それを作っていきます。で、引くときはすごい簡単で、押して、で、同じところをもう一回クリックすると、こんな感じでいきます。3D で見ると、すごい簡単ですよね。本当に、あ、来て素晴らしい。こんな状態でちょっと、じゃあ階段はこうやっていきます。階段はね、特に指定なしで、設定で、まあ900ちょうどいいね、16、まあ、じゃあ蹴上げ180の、うん、全然ちょうどいい。ということで、ただこれちょっと今、2階から3階になっちゃったので、1
1階から2階と。で、OK していただいて、ちょっと、今、横も確か決めてないんで、ちょっと基準線欲しいので、デフォルト設定したのでもう1回で大丈夫です。1回から2回 OK です。で、右側を基準で手すりよりで下から上なんでこっちからやります。選択してウィントーン、はい、 OK です。で、ここですね、壁を立てるんですけど、これ1回から2回だと高すぎるので壁を押してリンクなしで1200で手すりやってます。で、ちょっと何でやん、さっきの壁を押すっていうのは、これでいきますね。なしにして、すり1200に設定します。今回はね。ちょっと100にします。暑すぎるように200だと。100も暑いですけどね。50くらいでもいいと思います。で、これちょっと逆やな、逆にしていただいて、最後まで押す。で、もう一回クリックと。じゃあ、ここに立ち上がります。こいつの参照線ちょっと邪魔なので消して、すり入れると、こんな感じになってます。あれと。あれと階段やね、ここ。なんか、いらんもの、いらんすらばるように。そうなりましたら、床押して、辺を押します。で、こいつね、新たな点を、頂点を作ってくれるんですよ。この頂点作って、ここにポチッと。もう一回頂点作って、ポチッと。していただけると、こんな簡単にできちゃいます。ポチッと。ポチッと。うまく見ますね。すると、ほら。ほら、不思議。ビームのいいところ、 3D もこうやってパパッとできちゃいますよ。というわけで、あとは屋根。屋根と車線分けも OK です。今回はちょっと2階を見ながら屋根を作っていきます。屋根ツールを押して、デフォルト設定を押して、でこちら。こちらちょっと単一平面なんで、複合平面、今回方形屋根なんでね、これを押していただいて、コンクリートで OK ですよと。配置裏が3階ということで OK。今2階の平面図ですけど、3階に立ちます。この状態で、このさっきのやつですね、組み立て方なんで、またこうかキュッとすればいけるんで、真ん中を押して、真ん中を継続と。すると 3D で、ドン。はい、あとは、このままだけ、回復して、もうちょっと強いですね。で、さっきトイレってなってましたけど、車ですね。こう、車って言って出るんで、僕が選んでるのこれなんで、エグゼクティブカーを選択して、向きこっちに向けます。はい、あるし、同じもの2個パパッとできちゃいました。今ちょっと説明したんで時間かかりましたけど、初めての方はもうちょっと時間かかってもいいので、とりあえず一旦できることを優先にやっていけたらいいんじゃないかなと思います。こういうの気になる方は、ね、スラブをこちらにオフセットでずらすか、壁を下ろしていけば大丈夫です。わかりづらい、ちょっとやる
と洗濯をして、黒丸プロテインを下ろして、ここにオフセットツールがある、オフセットでここにとすれば 3D でも綺麗に収まります。ということで今回の動画は以上になります。また皆さんもこれぜひアーキャドやってみてください。今回ちょっと長くなりましたけど、最後まで見ていただいてありがとうございます。